ちは、マサリ6494です。今回はですね、マサリごと92個止めやっていきたいかなと思います。今回はですね、多分前にマサラジかマサリごとで話した話になるんですけど、肛門周囲炎にまたちょっとなってしまったということについてですね、話していきたいかなと思います。っていうか、今日ちょっとですね、朝からではないな、仕事中でもないけど、なんとなく、お尻のですね、穴の方からちょっとムズムズする感じがありまして、なんかムズムズするなって思ってて、で、今日帰ってきて、まあ、お風呂に、まあ、シャワー、浴びようと思ってシャワー浴びに行った時に、なんか嫌な予感して、まあ、ちょっと確かめてみたんです。まあ、確かめてみたら、前なったような感じのものがですね、前回は1箇所だったんですけど、今回2つできてまして、あーやっちまったーみたいな感じで、あーっていう感じですね。前回どれぐらい治ったんだっけな、記憶にあんまりないんですけど、まあ清潔にですね、暮らしていこうかなと少し思っています。まあ言うてちょっとムズムズするぐらいなんで、まあ、そこまで支障をきたすものではないので、まあ、大丈夫なんですけど、まあちょっとまたかよって感じがしますね。もしかしたらなんだろう、いい感染的なのかな、ちょっと免疫が低下してくるとなりやすいみたいな、そんな感じなのかな。確かに最近仕事で疲れていて、うんっていう感じなんですけどまああと動画の配信的なことなんですけど、最後、まあ、今日これ出すか分かんないですよ。マサラジこの後撮るんで、どっちが先になるか分からないけど、まあ、ちょっと3日間か4日間ぐらい空いた感じになってるので、あー空いてんな、最近って思っております。まあ、話題的なものがないからっていうのと、普通に仕事で忙しいっていうのがちょっとあります。まあ、そんな感じですね。まあ、治っていく過程というか、どれぐらい治ったかとか、そういうこともまあ後々とやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今回はマサリごと92個止めのまた肛門周囲炎になってしまったことについてお話ししていきましょう。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。